伊藤圭介4月3日隊は、日本の物理学者。理学博士。専門は、地球物理学。神戸大学名誉教授、函館未来大学所大学長。東京都出身。1954年、芝高等学校卒業。1958年、東京大学工学部卒、同大学院数物系、研究科地質学専攻博士課程修了。 1963年、サーモディナミックスオブノンハイドレスタティクリー、ストレスドソリッツウィズジオロジックアプリケーションズで、東京大学。1964年東京大学理学部助手。1968年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員助教授。アメリカ航空宇宙局ヒューストン有人飛行センター。研究員を経て、1974年神戸。 大学理学部助教授。1977年神戸大学理学部地球惑星科学科教授。1994年神戸大学大学院自然科学研究科情報メディア科学専攻教授。2000年神戸大学定年大官同名誉教授。同年、函館未来大学所大学長に就任、2004年函館未来大学を優待。 地球科学へのフラクタルの応用や地質学、地球物理学現象へのカオス、科学進化と遺伝暗号の起源を研究した。読売年間2016年版 P394、井ノ熊武雄。名門高校の校風と人脈226、芝高校。週刊エコノミスト2017年1月31日号 45ABC 未来大学。 伊藤学長が、優待表明 2003-12-5-A 箱函館地域ニュースアーカイブ www.ehako.com2021 年6月5日閲覧北海道人物人材リスト2004からそありがとうございます